心にちょっとした娯楽を与えてくれる存在。それが目立つ人ってこと？その通り。これまでこの世界で目立とド派手に侵入してくるや否や、魔王のアレスも撃退。なるほど。いやー参っちゃうわね。そういうことなら。そうっすね、魔王も勇者も無視して。そうね、それだとちょっと物足りない気もするけど。あの、いろいろ教えてくれてありがとう。どういたしまして。冗談だよ冗談。さて、行ってしまいましたね。どっちでもいいわよあんなやつ。それより私たちも行くわよ。世界征服のために目立って目立って目立ちまくって。本当にどうです？面白いことになってますね。私の番なんですか？はい、好きに。どうしたらいいのかな。優しくしててください。敵を倒せばいいんですか。好きに。もっとあんまり強くなっちゃうと痛く。これからも邪道の限りを尽くしますよ。おっと、また何かありました。勝ってもあいつには絶対勝てないだろうし、勝てなくても戦わなくてもあいつより目立てる方法があれば。メイド服だ、かわいいな。でもダメよね、今時メイドなんて腐るほどいるし。でも憧れるな、こういう地味めな服。目立つためとはいえ今の服ちょっと恥ずいし、キャピキャピした萌えメイドじゃなくて低粛でつつましいメイドス。あ、こないだの魔王ギク。何見てたの？メイド服？あんたこういうのが好きなんだ。違う、別に好きじゃないし。だったら早く言えばいいのに。私がいつでもご主人様になってあげるわよ。なんでアレスがあんたなんかに使えなきゃいけないのよ。っていうか何しに来たの？まだアレスのこと追っかけてたの？いや、あんたのことはもういいかなってことになったし。え？もういいって？だってこの世界って目立てば征服できちゃうんでしょ？だったらあんたはほっといてもいいかなって。ほっとくって でもほらアレスとあんたはそのちょっとしたライバルか。じゃ、そういうことだから。どうしても私に構ってほしいなら世界を征服した後に相手してあげるわ。冗談じゃないわよ。この世界で一番目立ってるのはアレスなんだから。別に。皆さんしっかり働いてくださいね。もう私の番なの？何？どうしたらいいのかな。イエーイ！うろめです！しててください。戦闘力を倒せばいいのですね。お姉さん、
パワーアップス！私みたいな首希望の限りを尽くします。どうしたものかしら。うざい、死ね。落ち着いて、落ち着くしててください。商船レベルが上がりました。私みたい、奴らには負けられないからな。めんどくさい。打ち出してあげる。どうしたものかしら。うざい、消えろ。落ち着いて。これでどうですか。どんなことをしてあげましょうか。こんにちは。何だったの。一匹目なのに戦闘の矢面に立つなんて。何しようかな。おやー、どうしたらいいのかな。うちだ。レベルがいい気分。レベルアップ。出てきました。どうしようかな。何しようかな。シー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 。落ち着いて、おとなしくしててください。商船は深くかあなたのお布団。よし、この大陸そろそろ行けるわね。大陸をくっつけたりしたらにわかシュシュ様ファンが増えるのは複雑っす。じゃあ派手に行くわよ。Right.
始めましょうか。私が攻める番ね。ここがいいのポイントです。落ち着いて。出てきました。私の番なんですか。